おはようございます。成田です。昨晩というか今朝方ライトのオークション、そしてサザビーズが終了してしましたので解説していきたいと思います。それではサザビーズ見ていきましょう。はい、最初の方は僕もあまりこう興味のないロットでしたのでスルーさせていただきます。それにしても恐ろしい値段で落札されているものがありますね。この辺はやはりサザビーズ客層が違いますよね。さあこの辺からですね、モダンデザイン出てきます。アイリングレー、僕が注目した椅子、まあそこそこの値段、エスティメートの加減ぐらいで落札されて手数料が入ってこのぐらいの金額なんじゃないでしょうか。2脚買えた方は僕はラッキーだと思います。で、まあジャコメッティ、この辺はもう硬いですね。7000万近い、この辺はもうアート作品ですよね。もちろんあのジャコメッティ兄弟アーティストですから、あのモダンデザインプロダクトとはちょっと違いますので、あまり僕はこうこの辺のものがデザインのオークションに出てくるのは少し違うかなと解釈しています。さあジャン・ミッシェル・フランク出てきました。こんなテーブルでもう5000万ぐらいですよ。恐ろしいですね。さあ出ましたジャン・ロワイエール、うん、いい値段ついてますね。先日のライトのインポータントデザインで落ちたようなシェーズロングと同じようなイメージなんですけども、サザビーズではこの値段、まあ1000万以上ですよね。すごいですね。さあ僕の好きなロワイエールのあのランプ出てますね。まあ、もちろん値段も値段ですが、なかなかもうこういったものを日本のお宅で使いこなせるというのはほぼ無理ですからね。ヨーロッパの人向けのロットでしょうね。さあ出ましたシャルロットペリアン、うん、なかなかいい値段で落ち着いてますね。この辺の丸テーブル、おにぎり型のテーブル含めて最近は物が出なくなってしまいましたね。セジュンムイユ、エスティメート下だったんでしょうね。手数料入れてこの値段ですから。プルベのドア、なかなかいい値段ですね。素晴らしい価格だと思います。おーテーブル、ゲリドンテーブル、うん、約2000万近い、2000万弱、素晴らしいですね。このエスティメートで飛びましたね。セージュムユ、シーリングランプ、3つでこの値段はお買い得だと思います。買えた人はとてもラッキーじゃないでしょうか。シャルロットペリアン、東京ベンチ、お、いい値段いきましたね。76,200ドル、900万ぐらいですかね。さあジャンヌレ、もうジャンヌレついに落ちなくなってきましたね。危ないですね。少し物が出すぎちゃいましたかね。ジョージ・ジューブ、いい値段つきましたね。さあこの辺も少し僕があまりこう興味のないというか、すごいですね。5億5億のこれ何ですか、ヒョウですかいやもう何ですかね。さあルーシー・リー、落ち着きますね。ちょっとこういうのを見ると、まあでもまあなかなかいい値段いきましたね。昔ルーシー・リーは日本にもたくさんあったんですけどね。ハンス・ウェグナー、僕の好きなレアな椅子、まあ、サザビーズらしい金額といえばサザビーズらしい金額で落札されてますね。こういうのライト出ると2万ドルぐらいで落ち着くんですけどね。おお、その隣のパーボ・テュネル、これテュネルのレコード記録じゃないですか。こんな値段出たの、140円で計算すると3700万ですよ。おお、ありえないヤクソンズとか持ってそうですけどね。でフリッツ・ハンセン、あ、いい値段いきましたね。おお、フリッツ・ヘニングセンも何をもって10万ドルを超えるのだろう
まあ古典的なのが好きな人が好きといえども、探せばこういうの安く出ますからね。まあ、サザビーズ、その会場に来たお客さんがもうどうしても欲しいから買っちゃえっていう感じなんでしょうかね。さあ、注目のロット、チーフテンチェア。今回は安く収まりました。4万8260ドル、エスティメート加減ぐらいでの落札なんじゃないでしょうか。買えた方はラッキーだと思います。モーゲン・ラーセンズ。これは安いな。こっちのパーボティネルはそこまで。いや、行きましたね。1000万超えてますね。一時僕がまだローレイダーというお店を目黒でやっている時、2004年ぐらいでしたかね。テュネル、これから来る、これから来るって、その頃からずっと呼ばれてまして、結構いいものが当時は売りに出てたんですよね。ただ僕はあんまり興味なかったので全部スルーしてたんですけども。ホルナセッティのキャビネット。このホルナセッティって実は日本でも少し持ってる方がいまして、セール出てたことがあるんですよね。セールというか売りたいという情報があったんですけども、なかなか手を出しづらいですよね。さあ、そっと札が出てきました。まあ大体エスティメート内で収まる可愛らしい感じですね。ヒューゴ・フランカ、2万1590ドル。これ昔ライトで同じようなのが出た時3万ドルぐらいでしたかね。ああ、この辺も送料ちょっと怖いですね。おお、ほほほ。オナラット、こんな安くなってしまったんですね。2万7940ドル。少し悲しいですね。D ソファーなんて、これ昔2000万ぐらいの値段がつきましたからね。おボイドのファイバーでできたものも1万7780ドル。これプライマリーの価格下回ってきてましたね、ついに。さあ、マーテンバース、落ちませんでしたね。そしてマーク・ニューソン、16万5000、これ落札。まあ安いといえ安いですけど、この後運ぶのに2、300かかるんじゃないですかね。実は昨日ちょっと某オークションのエスティメートじゃない、送料の見積もりを見て少し僕驚いちゃって こんなのを持ってくるとしたらどうなるんだろうな。ポール・エヴァンス、この辺は日本では人気がないですね。スルーしましょう。ベルトイヤ、ここのとこたくさんこういうペンダント出てますね。こういうのもね、集めて何かこう展示会したら面白いと思うんですけどね。ジョージ中島、この井戸のダイニングテーブル、まあ、定番ですからね。きちっとした値段に収まりました。セットオブエイトのこの井戸チェアーズ、4万8260ドル。いい値段ですね。これ買えた人はラッキーですね。ポール・エヴァンス、根強い人気のアメリカン。ハリー・ベルトイヤ、サウンドスカルプチャ、音がとんでもなく出てしまうから触らないように、オークションハウスでは。ハリー・ベルトイヤのプッシュ、これ昔小さいのがノルの青山にありましたよね。まだノル川のあっちの外苑西に移動する前の、僕が好きだった頃のノルですね、ノルジャパン。アンディ・ウォーホル、この辺をデザインのカテゴリーに出していいかがちょっと僕は疑問なんですけども、可愛いといえば可愛いですけどね。さあ、イサム・ノグチ、もちろんこれは落ちないですよね。インポータント・ベンチ、どうやって運ぶんだろうっていう、そこについつい行っちゃいますもんね。ああ、フランク・ロイド・ライト、僕も持ってた大好きな椅子、2脚セットで1万7780ドル。安いですね、これは。本当、これ買えた人はラッキーですよ。僕、1脚でこの値段より行きましたからね。まあ、インペリアルホテルの、この椅子って、実はちょっと小さいんですよね、スケール感が。だから、海外の人にはあんまりこう、魅力的には感じないのかもしれないですね。まあ、その小ささが魅力っていうのもあるんですけどね。その小ささの魅力に海外の人は
粋なところが分かんないんでしょうね。ああこの値段、オフィスアームチェアもこの値段ならこれ博物館とか買ったんじゃないですかね。こういうのを今時モダンデザインとして家で使うような人は見かけなくなっちゃいましたけど、資料用とかで買う人は未だにいると思います。安いですね、フランクロイドライト。人気がないんですかね。はい、一応このぐらいですかね。まあ、僕が注目したチーフテンチェアがだいぶ安く落ちてたので買えた人はラッキーなんじゃないでしょうか。それ以外少しこうサザビーズのデザインのカテゴリーってもう少し僕の中では見直してくれた方が嬉しいなとは思うんですけども、まあ、これがサザビーズですって言われてしまえばこれがサザビーズなんで何とも言えないんですけども、まあクリスティーズが明日、フィリップスが明日ありますので、とりあえず今日はサザビーズの解説この辺にしておきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。